フランスリーグアンの AS モナコに所属する南野匠が第32節クレルモン戦で今季9ゴール目を記録した。動画「南野匠今季9ゴール目となる先制弾」。この試合、南野は先発出場、そして16分に貴重な先制点を奪った。南野はペナルティアーク付近でこぼれ球をうまくトラップすると、右足のインステップで狙いすましてシュート。 ボールはこう書きながらゴール右上に吸い込まれた。また南野は89分に途中交代するまで攻守に渡り躍動する姿が目立った。先制点を奪った直後には、相手のカウンターによるピンチを招き、それを南野がゴール前まで全速力で戻りボールダッシュ。他にもチャンスと見るなり積極的にシュートを放ち、チームに勢いを呼び込むプレーを見せた。そして87分には、 チームのエース、ミィサムベン・イェデルの2ゴール目をアシスト。彼の1点目も南野が送ったスルーパスが起点となった。試合は4-1でモナコが勝利し、パリ・サンジェルマンに次いで2位をキープ。今季は残すところ2試合、南野は最後まで好調をキープできるだろうか。彼のリーグアンでは初となるシーズン2桁ゴールにも期待がかかる。